クリスティアン・リントナークリスティアン・ボルフガング・リントナーは、ドイツの政治家。自由民主党党首、ブッパータール生まれ。父、ボルフガング・リントナーは、ベルメルスキルヒエンのギムナジウムで数学と計算機科学の教師を務めていた。1998年にギムナジウムを卒業後、1999年から2006年まで、ボン大学にて政策科学を学んだ。 進学前の兵役義務には従事せず、代替役で済ませていたが、大学在学中に兵役危機者と呼ばれるのを避けるため、ドイツ連邦空軍の予備役士官養成課程を履修、2002年に予備役注意に任官した。2011年には予備役退位に昇進している。2000年にインターネット会社の共同設立者となったが、翌年にはこの会社から離れた。 この会社は後に破産している。1995年に FDP へ入党。1998年以降のルトライン・ベスト・ファーレン州で FDP の幹部を務め、2004年から2010年2月まで州レベル事務総長の座にあった。この間2000年に地方議会議員に初当選を果たし、2007年には連邦レベルの幹部となった。 2009年連邦議会議員に初当選、同年12月には連邦レベルの事務総長にもついたが、2011年12月に突如辞任を表明。翌2012年に行われたノルトベストファーレン州議会議員選挙に初当選し、FDP の会派代表に就いた。なお、この選挙で FDP は8.6%の得票率を獲得。 2013年ドイツ連邦議会選挙では FDP は1949年以来初めて議席獲得に必要な5%の得票率に届かなかったため同選挙の後で党首のフィリップ・レスラーが辞任これに代わってリントナーが FDP 党首に就任した2014年欧州議会選挙でも党勢は振るわなかったが2015年の党大会で党首に再選された FDP 首相候補として選挙戦を指揮した2017年、ドイツ連邦議会選挙で当選を果たし、ドイツ連邦議会議員に返り咲くとともに、連邦議会議員団長に選出された。2009年から交際していたジャーナリストの女性と2011年に結婚した。教派は無教会である。ありがとうございます。